こんにちは、日向洋一です。あるクライアントさんからの、メールに対してちょっと、返答する形で、取っていきたいと思います。この方は、ご主人に不倫をされて、とても辛い、思いをされている、クライアントさんです。で、この方とのやり取りを、今まで動画で何回か撮ってきたんですが、気持ちと体は切り離せないということを、お話しして、不倫とか浮気とか、風俗も含めてですけど、それはどうしても、心も体も、ある意味魂も関わることなんだということをお話ししてきました。で、それで本当に辛くなったということを書いてくださってるんですけど、今日お話したいのは、ある意味男性の中で、それを切り離して考えるという、ことについてですね、話をしていきたいと思います。で、聖書によればそれを切り離すことはできないわけですけれど、男性の中で、その妻との関係、妻を大切に思う思いと、ある意味遊女というふうに聖書は表現しますけど、風俗であるとか、もしくは出会い系のサイトで出会った不倫相手であるとか、そういう人たちに対しては何て言うんでしょうね、物として扱うというか、そういうこともあり得るんだということを、今回お話ししたいと思います。なぜこのようなことを言うかというと、男性の中には、どうしてもその性的な衝動というか、寂しい思いを、慰められるために奥さんとの関係で満たされない部分を、他の女性との関係で満たそうという、欲望というのがあるわけですね。で、その欲望を満たすときに、これは奥さんを大事にしないとか、奥さんを裏切ってるということじゃないんだという、なんて言うんでしょうね、それとこれは別なんだっていう言い訳をしながら、やっているという、その事実の裏にですね、奥さんを大切にしたい、もしくは家族、お子さんたちを大切にしたいという思いも、含んでるんだっていうことを、今回は、逆説的な話になってしまうんですが、お話をしたいと思います。で、神様の目から見て、その姦淫は姦淫、そして、遊女と交わる者は一つの体になる、これは聖書に書いてあることなんですね。一応確認のために見ておきたいと思いますけど、第一コリントの6章のところにはこのように書かれています。あなた方を知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか？遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。というふうに第一コリントの6章の15節16節には書いてあるわけです。で、ここから前回はその切り離せないんだっていうお話をしました。で、同時にその浮気をするというか、ある意味その線引きをして、自分の中で言い訳をして、奥さんと、この不倫相手は別のことなんだと。で、別の相手に対してこの人との関係は体だけなんだということで、言い訳をしている、そのご主人の思いの裏に、実は奥さんを大切に思う思いがあるんだということを、
お話したいと思うんですね。で、なぜこのお話をするかというと、このクライアントさんは実は、ご主人の方も私が、ご相談に乗らせていただいてます。で、ご主人の方はもう本当にそのことは別物と考えてたし、その浮気相手、まあいわゆる、まあなんて言うんでしょうね、まあそうですね、不倫相手に対してはもう全く感情はないんですと、まあ大切に思う思いはないんですということですね。で、それはそれでひどいことなんですけど、ある意味そのご主人の、まあ、奥さんとかお子さんたちを守りたいっていう思いは私はそれを汲み取ることができたんですね。だから、まあそういう意味で聖書が語っていることは真実で、実際にそれは影響を与えるんですけれど、でもご主人の中でその、まあ、言い訳というか自己正当化が行われていたということの裏に、奥さんを傷つけたくない、お子さんたちを傷つけたくないという、その、まあ、奥さん、お子さんたちを大切に思う思いもあるんだということを理解していただく必要があるだろうなということを思わされています。ですので、まあ、人間の心、まあ、人間のやることというのは本当に誰にもわからないというか、自分の尺度で測ることはできないということなんですね。ですので、まあ、これは聖書の解釈というよりは、私自身がその実際にそのケースというか、そこに当たらせていただいて思わされていることなので、お伝えしておく必要があるだろうなということを思わされています。ですので、まあ、人は上辺を見るが主は心を見るというふうに聖書に書いてありますけど、本当に神様にしか分かんないんですよね、人の心って。だから、まあ、聖書には先走って裁かないようにというふうに、まあ、書かれている箇所があるんですね。で、これも、第一コリントの箇所なんですけど、この続きのところですね、こんなふうに、続きじゃないか、前かな、ですね、第一コリントの、ごめんなさい、時間かかっちゃってますね。こんなふうに書いてありますね。第一コリントの4章の、5節ですね。ですから、主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのですということで、まあ、カウンセラーである私も含めて、そのご主人ご自身も、そして、まあ、苦しめられている、その苦しみを感じておられるあなたご自身も、まあ、分からないんですよね、人の心のこと。だから自分でも分かってない。だから神様が全てを明らかにする時まで、まあ、その先走って裁かないようにしなさいというふうに聖書は言っているわけです。ですので、そのことをぜひ覚えていただきたいんですね。その苦しみの中で、どのようにそれを捉えられるかで、自分が、我々は私たちは自分が信じたいと思うことしか聞こえないっていうことがあるので、先走らないようにしていただけるといいかなというふうに思わされています。ということで、まあ、され妻のために、まあ、不倫、浮気をされた、この苦しんでおられる奥さんのために、今回お話をさせていただきました。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。